した中で労働者派遣法をどんどん改悪していく、非正規をどんどん増やす、こうした政策ではなくて人間らしく働ける雇用、そうしたルールを作っていく、正社員の当たり前、そうしたことを政治の責任でやらせていかなきゃならない、私はこのように思います。そして皆さん、社会保障の問題です。年金がどん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 下げられます。来年度以降もマクロ経済スライド、こうしたことで年々支給総額を減らしていく、こんなことが計画されています。皆さん、介護のサービスもどんどん切り捨てられてきますよ。そして病院にかかれば窓口負担が増える、このようにどんどん社会保障が改悪されています。これでは若者が将来に対して希望が持てる、お年寄りの皆さんが安心して生活できる、そうしたことにはなりません。皆さん、日本経済を再生していくのは何よりも国民の生活、懐を豊かにしていく、こうした経済的な方法、これを取らせていかなければならない、このように思います。皆さん、格差拡大一方のアベノミクスはもうダメです。これをやめさせていく、このことも大事な争点でございます。集団的自衛権